ウソもオグリンです。今回はスプラトン3でシルル持ってきました。今回はこちらローラー VS パブロ鬼ごっこということで、めちゃめちゃシンプルです。鬼はダイナモローラー、逃げはパブロで、捕まらないように逃げ回りましょう。ダイナモチームは潜伏でのインク回復 NG、 対するパブロは潜伏でインク回復して OK です。果たして逃げ切れるのか、行ってみよう。どうぞ。それでは行きましょう。ローラー VS パブロ鬼ごっこということでね、いやー、この企画も5年前6年前にやってますよ。このシンプルな鬼ごっこいいんですよね。さあ、というわけで今回は、ダイナモが4人と、確かね5年前はダイナモ3人やったんですよね。はい、なのでこれどう逃げ切るかっていうことで、まあ、そもそも数が多いとね逃げづらいんですよ。なのでうまいこと立ち回っていかんなということで、とりあえず目標としては残り1分切るぐらいまでは逃げていきたいよね。なのでこんな感じでぐるぐる迂回しつつ、そう、迂回しつつ、あー、こことかどうしようかな。裏側から回ってきてるから、そう、いるよな、いるよな。さあ、ここはこれでいきます。はい、で左を抜けて、あーと1人捕まっていく。はい、ここ抜けて、はい、抜けて抜けて、いいよいいよいいよ。はい、これで、あーと奥いるな、奥いるな。ペタ組が囚われてる。ちょっと上から小突いてあげる。俺が引きつけて、引きつけて。いや、もうあっちまで2人捕まってんだよな。さあ、こっからが腕の見せ所っていうことで、下行きます。オッケー、下行きます。これ全てのダイナモがいる場所を把握しながら逃げるという、そういう、視界の広さ、視野の広さ、これが大切になってくるわけなんですね。で、ここ下行ってしまうと、おそらくきついので、いや、ちょっと同じ場所にとどまり続けるというのは、はい、かなり厳しいか、かなり厳しいか、いけるか、いけるか、よし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 、ペタ組ナイス。はい、ペタ組ナイス。あー、危ない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 、いけ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 、オッケー、ダイナモインクそんなに持たへんから、ここぐるーっといけばインクの差で、そう、インクの差でね、勝てるはずなんよ。いいよ。あー、ペタ組こっち来てるから、あー、これまずいな。オッケー、向こう引き寄せてくれてるから、あ、どうしようかな、どうしようかな。ここ降りるわけにはいかんので、こっち抜けていく。はい、こっち抜けていく。ほい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 。さあ、しっかり煽り散らかして、ここ、待て待て待て、あー、ブラブラブラ今の逃げれるんや、今の逃げれんの、マジで神回避じゃねえ、絶対死んだと思ったんやけど、あぶねえ。さあ、珍しく鬼ごっこ企画、オカリン最後まで生き残ってるということで。さあ、これダイナモチームのね、統率力も問われてますからね。ちゃんと全員で追いかけることができるか、そこら辺も、しっかり私、採点基準に入れてますので。ほいほいほい。うわー、あ、後ろ来ちゃった。くっそ、ここ神回避したら思ったのにな。さあ、というわけで残りペタ組1人となりました。ちょっと見に行こうかな。ただ残り23秒逃げ切れるか。さあ、行った、奥行った。さあ、降りるか、降りた。さあ、囲まれた。ペタ組アウト。残念、残り15秒。さすがに4人から狙われたら、きつかったようですね。さあ、というわけで、次、オカリンチームダイナモやっていきましょう。頑張るぞー。続いて、攻守交代で、コンブトラック、なんでスプラトゥーン2のステージやねんと。ツッコミが至るところから来そうですけども、さあ、行きますよ。いや、なんだかんだやっぱりね、スプラトゥーン2のステージ便利なんですよね。はい、申し訳ない、スプラトゥーン2が便利すぎるんです。もうこれはスプラトゥーン2に文句言ってください。なんでこんなに便利すぎるんだと。さあ、縄張りバトルっちゅうことで、あー、早すぎ、何してんねん何してんねん。これ右の奥行けんのか、これ行けるな。あ、行ける、あ、来て来て、これかけるやな、このバイキングの兜はかけるやな。もうわかるわかるわかる。頭の装備で、あ、うる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 早いって。なあ、早いって。ま、でも奥いるから、上から行こっかな。よし、行くぞ。あいつを囲い込むぜ。任せな。うおー。うおー、来てるぞ来てる。あ、降りたぞ降りたぞ。降りたぞ降りたぞ。ちょっと待てよ。一旦じゃあ、インク回復して。いや、なかなか時間かかるな。スマホの充電ぐらいの速さ。いきます。ここ、飛び越えられる。さあ、囲まれて、うるれうるれうわ、これめっちゃ気持ちよさそう。脳汁、ぺぺぺぺぺぺって出てんちゃう。
脳汁プシャ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 って。今の回避絶対気持ちよかったやろうな。よし、ここ俺追いかけるから。頼むぞ。そこ絶対降りるから。そこ絶対降りるから頼むで。そうそう、ペタ組とか3人で行ってくれてるから。そっちそっちそっち。ナイスナイスナイス。いいぞいいぞいいぞ。囲み囲み。いけるいける。俺インクないけど。インクないけど。あかん、ちょ待って。あーごめんなさい。そんなアホな僕が悪いですやん、これ。てか、あと一人どこ行ってん？あと一人どこ行った？え、一人しか見えへんねんけど。どっか隠れてるってことか？待って待って待って、全然見つけられないぞ。よいしょ。あ、いる、あ、ナイスー。じゃあ残り一人どこ？え、全員捕まった？え、残り一人いなくね？どこどこどこ？え、残り一人見つけられへんねんけど。残り1分。ちょ、探せ探せ。そんなに広くないんやから探せ探せ。え、そんなに見つからんってことある？全然ルール上ね、人状態での潜伏は OK なんですけど、え？ここか？え、ちゃうよな。え、マジでいなくね？どこやどこや？え、いる？え、そっち？あ、いるいるいる！え、マジどこおったんや？かけるやん、しかも。かけるどこおったんや、あれ。よし、いけるいける。追い込め追い込め。追い込め追い込め追い込め。いける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 。さあ、もうお前は終わりだ。さあ、終わりだ、終わりだ。行くぞ、行くぞ。メルシオ行け。何逃げられてんだ、お前。バカ野郎。何逃がしてんだ。まずい、まずい、まずい。行ける、行ける、行ける、行ける。メルシオ挟め。メルシオ挟め。俺行くない。挟め、挟め、挟め。いやー、いしょ、危ねえ。倒していく。ギリギリだ。最終戦、まあ、1回は逃げ切りたいっちゅうことで、最後はね、ガチで時間切れ狙おうと思います。もう、恥も、減ったくらいもありません。隠れててもいいから、逃げるぞ。お前たち、ついてこい。あ、ここ登れるんや。あ、でもこの BGM 俺初めて聞いたかも。なんかあんまり聞かん BGM やな。よしよしよし。さあ、気合も乗ってきたっちゅうことで、ほら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 、逃げるぞ行くぞ。余裕で逃げるぞ、お前たち。このスプラトゥーン3のステージで、見てないと思わせて逃げる。はいはい、ここぐるぐるするよ。はい、ここぐる。あー、はい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 。あ、はい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 。危ねえ、危ねえ危ねえ。あー、待て待て待て。ちょ、インクないインクない。インクないインクない。いやー、待って待って。あかん、あかん。いやだー。いやー。どうしよう、なんかめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど。よいしょ。さあ、皆さん頑張ってください。俺の仇を取ってください。あーっと、なでみビュービュー。あーっと、今のは惜しいですね。3人に囲まれた。ちょっとこのステージは積んでしまう部分が多いので、しっかり考えて逃げないと、スマイルやばいですね。これ一人のうちに逃げないと、ダイナモが集まってくるとやばいぞ。やばいぞ、やばいぞ。あー、詰まってる、詰まってる。あー、詰まってる。だよね。さあ、またかけるか。またかける、残っていく。どうなるか。じゃ、カモンでこれみんな呼びましょうか。最後やし、みんなで感染しよう。感染しよう、感染しよう。さあ、頑張れ、かける。お前だけでも生き延びてくれ。さあ、4人いってる。この真ん中と、あ、そうやな、そこ右から逃げてもいいけど。ああ、いやいやいや、かける、さすが。さすがよ。この鬼ごっこのエースやな。いいよいいよ。さあ、4人のダイナモが、手前に2人、左に1人、手前に1人。さあ、ここ少し追い詰められてるか。さあ、間を縫って、間を縫って逃げていく。すごいすごいすごい。完璧だ。完璧なルートを今導き出した。隙の糸。うん、これブルーロックのあいつでもストライカーちゃう、あれ。なあ、すべてのキーパーのディフェンスの位置を見破って正解のルートを導き出す、これは真のストライカーだ。さあ、かける頑張れ。残り20秒。さあ、下にダイナモがいて、あーっと後ろにもいるな。少し見づらい状況になってますけれども。さあ、そこ奥行って、そこ奥行って、手前来て、
さあ残り4秒逃げ切れるか。逃げ切っていく、素晴らしい。というわけで今回のローラー VS ファブローにおっこいかがだったでしょうか。また次回お会いしましょう。ナイス回避。